75式自走 155mm 榴弾砲は日本の陸上自衛隊が運用していた自走榴弾砲である。略称は 75HSP ハイビブ隊内では自走15榴とも呼ばれる。アメリカ合衆国より供与された M44155mm 自走榴弾砲の後継として開発され、1975年に正式化された。 1969年より研究開発が行われ、1973年より実用化試験が行われている。砲塔搭載前の車体に 155mm、榴弾砲を剥き出しで搭載した試作車も製作されている。1975年に正式化され、1977年より調達が開始されている。車体を三菱重工業、手法と砲塔を 日本製工所が開発担当した。最終調達の契約は1985年度。全部で201両が生産され、教育部隊のほか、北部方面隊の各師団特化連隊に配備されていた。車体後部に密閉式の全周旋回砲塔を有し、車体、砲塔はアルミ合金溶接構造である。乗員は、社長、砲手総天主2名。 通信手、操縦手の6名。日本製工所製の30合計 155mm 砲を装備しており、自衛用として、砲塔上面右側に 12.7mm 重機関銃 M2 を一門装備する。当時としては、珍しい自動装填装置を備えているのが特徴で、回転ドラム式の断層により団体の機械装填を行う。ただし、装薬については、 砲弾装填後、手動で装填される。これにより、最大で毎分6発の砲撃をすることができる。回転ドラム式断層には、9発の砲弾が装填でき、これが2機あることから、18発分の自動装填が可能である。ドラム外に10発の砲弾を搭載していることから、砲弾は28発、同様に装薬も28発分搭載している。 静油圧式のステアリング機構を使用した走行装置により狭いところでも方向転換が容易に行える。エンジンは74式戦車及び73式走行車のものと使用部位を共通化したファミリーエンジンを採用している。本自走法用に75式 155mm 榴弾が開発されており最大射程は 19064m。 砲弾の生産は1990年まで行われていた。同時期に74式自走 105mm 榴弾砲も製造され、当初は直接支援用に 105mm を全般支援用に 155mm を割り当てることを考えていた。しかし、105mm 砲は時代の数成上性能不足であり、74式は20両で調達中止となり、 1970年代後半には、両方とも 155mm 砲で統一することになった。砲を乾燥した改良型も検討されたが、開発には至らなかった。後継として、より大型高性能の99式子層 155mm 榴弾砲が開発され、2012年頃に退役予定となっていたが、99式の調達の少なさから退役は、 伸ばされていたが、2016年に全社退役した。陸上自衛隊富士、学校陸上自衛隊武器学校北部方面隊。ありがとうございます。